はい、お願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ弊社の商品紹介なんですけど、ちょっとこの商品やっぱ分かりにくいんですよ分かりにくいで、今日はこのヒソガズアイロンとガオアートマテリアルズ調査でプリント作ってきましたんで、大まかこの流れに沿って、ご説明させていただきたいと思います。で早速なんですけど、まず絵の前段階ですね、指示体、規定材とも言うんですけど、まあ、絵を描くベースになる材料についての説明から、商品の紹介をしていきたいと思うんですけど、でまず市販されてる水彩紙だとか、あとキャンバス、針キャンバスですね、そういったものっていうのはもうすでに目止めがされてるんですよ。で目止めっていうのは何かっていうと、このプリント商品で目止めされてないものもあります。例えば和紙の生紙だったりとか、絵絹だったりとか、あとはまあホームセンターなどで言ってる木材だとか、そういったのを絵画のベースに使われる方っていらっしゃるんですけど、そういったものは目止めされてない場合もあります。でご自身で、まあ、目止めをするっていうやり方ですね。そういう方法が取られるんですけど、目止めされてないものっていうのは指示体そのものがちょっとこう吸水するんですよね。要するに絵の具塗った時に染み込んじゃう。でそれを止めるのが目止めなんですけれども、じゃあなんで目止めするかっていう話ですよね。例えばちょっと顔料をイメージしてもらいたいです。でそれを頭の中でビー玉ぐらい大きくして、そうすると吸い込むっていうことは顔料っていうのは粗いのでこう指示体の上に残るんです。だからのり剤、いわゆるメディウムですね、は木材だと紙の中にこう染み込まれちゃう。そうすると、顔料だけこう上に残ってしまうんです。接着成分が下吸い込まれちゃうんで定着が悪くなる。そのために目止めをすることで、この右側ですね、顔料にのり剤がしっかりと残る、この定着性が良くなる。でそのための目止め。なので目止めされてないもの、例えば水墨画なんかでは和紙の生紙使いますけど、あれにじみますよ。あれにじみを止めるっていうのが、この目止め剤の役目です。例えばこれ雲肌増し生紙です。こっちここ周りにじんでます。これ生紙で、これ動作引き、ここにじみがないのが動作引きで、接着成分どうかっていうと、生紙は裏に抜けちゃう。で目止めがされていると裏抜けしない。でここに接着成分が残ってると、なので定着が良い。なので例えば岩絵の具みたいな粗い顔料を使う場合はこの状態にしないと顔料が落ちちゃう。なので重ね塗りした時とかに色が動いたりとか、これ日本画で、色が泣くっていう言い方するんですけど、そういうのが起きます。であとはこの軽くこすっただけで顔料が落ちちゃうとか、これ塗料用語ですかね、チョーキングって言い方するんですけど、白赤とか粉状化って言い方する場合があります。そういう現象が起きてしまうので、しっかりと制作する場合は、目止めした方がいい。特に顔料が大きい場合はそういうことが言えると思います。これも同じく墨、分かりやすいようにこれ墨薄めて塗ったんですけど、こういう感じですね。でこれもにじんでる方は裏抜けしちゃう。こういう現象が起きるので、目止め剤っていうのはこう今までいろんなものがあったんですよ。例えば古いのだと、そうですね、血液、動物の血液使った凍結下地ってのもありますし、
あとは今のハリキャンバスで言えば、昔はまあニカを使って目止めしてましたけど、今は PVA とか EVA とか使われてます。で、水彩紙の中に入ってる、まあ、サイズ材、にじみ止めですよね、なんかも、まあ、牛脂 AKD だったり、あとは琥珀酸だったり、そういったものが使われてるんですけど、まあ、いろんなものを目止めしてきたんです。で、今現在ただ目止めするんじゃなくて、紙の保存性を上げましょうっていう目止め剤が主流になってます。で、よくこう昔はね、それを売りにして大学ノートなんかでこう中性子っていう名称がこう入ってたりしたんですけど、それは紙の酸化を防ぐ、酸化して劣化するので、その酸化を防ぐための処置がされてるもの、それが中性子なんです。で、どういう処置かっていうと、紙そのものを、まあ、中性から弱アルカリに持っていくことで空気中の酸と中和させて長持ちさせましょうっていう、それが中性子の考え方です。で、弊社では中性サイズ剤っていう、これですね、この液体を販売します。で、これまあ、販売実績がある商品でレジン動作っていう名前で販売してました。で、少しこれ保存性良くするために内容をレジン動作と変えてます。レジン動作はですね、この液状の状態で持ちがあんま良くないんですよ。少しこう時間が経つと、まあ、粘度が上がってきたり沈殿物が出たりします。で、なので、まあ、販売してから半年ぐらいで使い切ってくださいってことを言ってたんですけど、これもう少しもちろん良くしました。で、まあ、かなり時間が経ってしまうと粘度が上がってくる可能性はあるんですけど、まあ、商品として販売する範囲ではそんなには影響ないだろうと。で、粘度が上がった場合は少し薄めていただければ使えるんですけど、これは沈殿物出ないです。まあ、沈殿した場合も振っていただければ以前のものは良かったんですけど、まあ、粘土の問題です。粘土上がっちゃうともう使いにくくなっちゃうので、まあ、それを防ぐために内容を変えてます。で、これは極力その中性に近づけるような、まあ、サイズ材ですね、で作られているので、紙そのものの酸化っていうのがさっきの中性子の考え方が入っていて、まあ、保存性が良くなる、そういう商品です。例えば日本画なんかで今銅砂使われたりとか、結構酸性のものが多いんですよ。そうすると、まあ、紙の劣化が早まってしまうので、まあ、それをこう今変えていこうと、まあ、世界的なそういう動きっていうんですかね、考え方っていうのを、まあ、日本の国内でも徐々に広めたいっていうのがこの中性サイズ材の考え方です。なので、まあ、販売されるときに、ただ目止めができますよっていうのはもういくらでもあるんで、まあ、目止めができるというよりは特徴の一つとしては保存性が良くなります。これが、まあ、一番の売りになる。なので、これ原液で塗っていただいて、ただ乾燥をですね、1日以上、まあ、動作でもそうなんですけど、少し乾燥時間を持っていただいた方が安定します。なので、本来であれば、まあ、2、3日置いといてもらった方がいいんですけど、まあ、1日以上乾燥させていただくと、目止めがしっかりできるという感じになります。紙自体の次ですね、糊材の方に行きたいと思う、いわゆるメディウムデッキに行きたいと思うんですけど、まあ、メディウムも今まで歴史的にはかなりいろんなものが出てます。
なので結構ややこしくなっちゃってるところもあるんですけど、もともとはそのなんていうかね、まあ元ホルベインのね上本さんも言ってましたけど、もう亡くなられちゃったんですけどね、土着のもの、まあ、画材というのは土着性があるって言うんですけど、その場所場所ところどころで取れるもの、要するに物がなければ使えないので、その土地にあるもので、まあ、それを利用してでうまくやってきたっていうのが画材のベースなんですよ。でそこにこういろんな混ぜ物したりだとか、要するに糊材メディウムの改良を加えて、研究されてきた歴史があるんですね。なのでもともと例えばテンペラっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、テンペラとかあとデトランプっていう言葉があるんです。でテンペラっていうのは混ぜ合わせるっていう意味なので、まあ、どんなものでもほとんどの絵の具をカバーする言葉だったんですね。デトランプも同じです。でデトランプは水性のものをその後指すようになるんですけど、でさらにはニカワエ、いわゆる西洋におけるニカワエを指す言葉になります、デトランプ。でもそれは西洋では舞台美術とかで主に使われてたんですけど、イカ自体が癖があって扱いにくいっていうのもあると思うんですね。廃れてしまいました。で、テンペラの中でも例えば、木の樹液ですね、ガムを使ったものは今でいう水彩絵の具です。要するにアクアレルとかウォーターカラーっていうふうに名前を書いてきます。でそこにオイルを混ぜたもの、で卵にオイル混ぜたりっていうのは今でもありますけど、テンペラ技法って言いますけど、それは徐々に、油が体系化していって、いわゆるオイルから油絵の具になっています。なので今テンペラという言葉で残っているのはエッグテンペラ、要するに卵を使ったものですね、とあとはカゼイン、カゼインテンペラっていう言葉も残ってますけど、主流ではなくなってきてますよね。卵だけだとどうしても割れやすいので、あそこにオイルを入れて改良したっていうことだと思うんですけど、いわゆる、混ぜ物なんで、よくマヨネーズって言い方ねされる方いらっしゃると思うんですけど、同じです。要するに固まらない油を使って卵と混ぜたのがマヨネーズですね。で完成魚っていう、固まる性質の油と混ぜたのが油絵になります。テンペラ技法って言ってもそんなにこうなんていうんでしょうね、変に難しい大層なものじゃなくて、非常に原始的なものなんです。で日本画もそうですね。今日本画って言われてるのをニカワ使ってなんかこう不思議なちょっと独特な、絵画ジャンルに思われてるかもしれないんですけど、ニカワっていうのはもう魚煮て冷えればもう煮こごりできますよね。あれがニカワなので、ものすごい原始的なものなんです。なので、そんなに変わったものではないんです。むしろアクリルとか油絵なんかよりは全然原始的な材料を使ってるのが今の日本画です。で一応なんでしょうね、そういう流れでのり材いろいろ出て研究されてきてて、今現在は合成樹脂、これは現代の知恵だと思うんですけど、要するにこういろんな研究がされてきて、今最もよく使われているもの合成樹脂ですね、いわゆるプラスチックですね、それは研究されてきている結果ここにある。で今最も可能性があると私は思ってるのはアクリル樹脂です。で弊社でもアクリル樹脂って出してるんですけど、それをベースにしたのがアートグルー、これも販売実績あるものなんですけど、アートグルー、あとアートレジンもそうですね。
あとなんかアートペーストペースト状のアクリルですね。これらは全部アクリル樹脂をベースにしてます。でアクリル樹脂でもいろいろあるんですけど、弊社で入れてるのがアルカリ可溶性っていう、アルカリで分解できてしまう、溶けてしまう、アクリル樹脂を採用してます。で例えばそうですね、岩絵の具みたいな高級な高い顔料で、こういうの粗い顔料っていうのは今までこうニカだったらお湯で分解するので、お湯入れてかき混ぜて上澄み取ってっていうのを3回ぐらいですかね、2、3回繰り返すとまた元の顔料戻るんですよ。でまたその顔料が使える。ただ市販のアクリルになってしまうと割と何でしょう、強い溶剤入れないと溶けてくれないので、まあ通常はペーパーパレットみたいなのにやって固まったら捨てるっていうやり方なんですけど、弊社のはアルカリ可溶性なので、ちょっとそういう粗くて高い顔料を使う場合は簡単に言うと石鹸みたいなのが 分解します。いや固形のアルカリ石鹸、牛乳石鹸みたいな、ああいったもので、また溶き直してあげて上澄みしててっていうのを、まあ、数回繰り返して、水で石鹸を取ってあげる、また使って。ただ例えば洗い出し技法だとか、要するに絵の具を塗って乾いてそれを溶かす技法、洗い出し技法っていうのがあるんですけど、まあ、そういうのを使う場合は石鹸だと泡立っちゃって、しかも残っちゃう。弊社の溶解剤っていう、これですねこれ使っていただく、これはアルカリです。これで分解できて泡立ちもないので、まあ、こういったものを使っていただければいいです。で溶解剤も、私が働いた以前の店で AG 溶解剤っていうのを出してたんですけど、それと内容を変えてます。もう少し泡立ちにくいものを使って、残りにくいものを使っているので、まあ、こういったものを合わせて、紹介していただければいいかなと思います。アートグルーとアートレジン、これ両方ともアルカリ可溶性樹脂なんです。で違いどこにあるか、この違いの説明っていうのはしづらいと思うんですけど、まず見た目で分かるのはこれちょっと分かりにくいですけどね、色がちょっと違います。アートグルーっていうのは少し白っぽい、アートレジンっていうのは透明な膜を作ります。なので半透明な膜を作るか透明な膜を作るかっていうのが一つ違いと、あと粘土の違い。アートグルーはちょっととろみがある。でもう少しこうサラサラした流動的な絵の具を好まれる方はアートレジン、これを勧めていただけるというと思います。でもう一点、乾いた時の耐水性はアートレジンの方が強い。さあどちらもまあ溶解剤ですぐ溶けてしまうので、まあ、溶かすのは問題ないんですけど、まあ、水で塗った時ですね、上に絵の具を乗せた時に耐水性が強いのはアートレジンですね、はい、なので同条件で溶いた場合はアートレジンが動きにくいということです、はい、で こういった樹脂にこの増粘剤、これを加えると、まあ、目安としては 10% ぐらいまでなんですけど、これを加えると絵の具がペースト状になります。でこのアートペーストっていうのを出してるんですけど、これペースト状の、アルカリ可溶性のアクリル樹脂で、ペーストにする利点、ただペーストになりますよって言っても、じゃあなんでペーストにする理由があるのっていうことです。で今アクリル絵の具なんかでもジェルメディウムとか
出てると思うんですけど、あれペースト状ですよね。で、まあ、表現の上で、言えるのは、例えば厚塗り、いわゆるインパストですね。あとは盛り上げ、モデリング、あとはコラージュ、なんか貼り付けたりするのに糊状の方がいいと、まあ、少しこう粘土がある方がやりやすいっていうので、ペースト状の利点があります。でもう一点利点があるんですけど、なんでしょうね、垂直面、要するにイーゼルとかで置いて絵が描ける。例えばそうですね、洗い顔料でちょっと水っぽい接着剤で、まあ、のり剤でこう塗りますよね。そうすると絵の具が全部垂れちゃうんです。だけどペースト状でしたら垂れない。なので例えばイーゼル画だとか、あとは壁画みたいな、そういう立てて描く場合ですね、あとは天井を向いて描いたりとか、そういった場合は垂れにくくなる。これは技術的な、なんていうか、ね、まあ、技術的な方法の一つなので、例えば私はペースト状にはしないとか、まあそういう方はもう水っぽくやっていただければいいんですけど、ただ例えば日本においても、明治期に出された東洋絵の具工って本があるんですよ。その中ではなんていうか、当時の日本画家がやっぱり水っぽいニカだと、どうしても置いて描かなきゃいけないので、それが面倒だと。まあ、今の日本画の方って、ね、ニカをペースト状にするっていうのは少し抵抗あるかもしれないんですけど、当時の日本画家たちがそういう言い方をしてるんです。油絵みたいに立てかけて描けたらいいねっていうことですよね。で特にこう対策とか大きいのをいちいち寝かして描いて立てて描いてって面倒ですよね。だその時の、まあ、逸話で平置きして描いて天井に穴開けてそこから見るっていうそういうのやってた作家さんもいるぐらい。なんでまあ立てて描けちゃった方が全然いいわけですよ。なんでまあニカでもそうですし、まあ、弊社のニカに増粘剤混ぜてもいいです。そうすると粘度が上がるの。そうすると、まあ特徴的な、例えばこれ、そうです、これニカです。通常流動的な今の販売してるゼラチン、まあ、ニカですね。それを結構厚く塗っちゃうと亀裂が起きるんですけど、これ亀裂を起きにくく作ってあります。でアクリルだとこういうのできるんですよ。だからニカ当たったところに難しい。でもこれニカで盛り上げた、まあ、少し樹脂分入ってますけど、まあ、主な主成分がニカ。でなんで盛り上げが効くかっていう話ですよね。なんでニカだと割れちゃうかって話で、これも基礎になるんですけど、ニカっていうのは硬いんです。すごく硬いで、薄い硬い膜っていうのは割れやすいんです。もうちょっと歪むと割れやすい。で例えば紙とかキャンバスとか布とか絹もそうです。支持体自体が歪むんです。湿気でこう歪む。でそれが歪みに耐えられない膜だと割れちゃう。でニカの特徴で硬いだけじゃないんですよ。湿気に影響を受けやすい。これニカ。これだけ歪むんです。でこれが例えば大きい画で塗ってあったりとかするとこれ歪みますから、パネルに貼り込んだ紙っていうか引っ張られるんですよ。そうすると画面上で亀裂が入ります。大きければ大きいほどニカの層が厚ければ厚いほど、まあ、薄い層を何回も重ねていった場合に亀裂が起こりやすくなる。なので湿気の急激な変化、
があったときに、どうしても割れやすい。これもそうですね。割れやすい。パチッと落とします。これすぐ割れちゃう。なので、こういうのを防がないといけない。で、合成樹脂っていうのは、まあ、アクリルそうですね。市販の水性アクリル。絵画用途で使われているアクリルというのはすごく柔らかいんです。湿気の影響を受けにくい。そうすると、まあ、例えば弊社でこのアートレジンですね。アートレジンの膜がこれ。このここに膜があるんですけど、歪まないんでここから剥がれないんです。でしっかり、まあこれ PSCR ですけど、しっかり張り付いてで、柔らかい。こういう膜であれば、厚く重ねていけるんです。で、ニカワはそういう膜じゃないので、重ねていけない。じゃあニカワはどうすればいいか。これニカワです。ここに膜がある。これ弊社で販売している強ニカワで、あえて市販のアクリルよりは若干硬いです。弊社のこのアートグルアートレジンの市販のものより少し硬くしてあるんですけど、このニカワもアクリルよりは硬いですけど、歪みがないを作ります。でニカワの特徴でいいところ、ニカワもデメリット多いんですけど、いいところもある。要するに硬い膜なんで、硬い膜ってどうかっていうとくっつきにくいんですよ。これブロッキングっていうんですけど、例えば作品同士くっつけておいて、アクリルってくっついちゃうんです。海外用途に使われてるアクリルっていうのは柔らかいんですけど、その柔らかいアクリル樹脂っていうのはくっつきやすい。なんでくっつけてずっと置いとくと、もう作品剥がれない。で、例えば例で言うと、アクリル絵の具の作品を額装してマット入れずにそのままアクリル板つけてたと。でずっと展示してたのが剥がれなくなっちゃった。アクリル樹脂って熱可塑性樹脂なんで、熱で柔らかくなるんで、ドライヤー当てながら一生懸命こう剥がしたんで、それでもアクリル板の方に絵の具が持ってかれちゃった、まあ、そのぐらいしっかりくっついちゃうんですね。ニカワっていうのは硬い膜でそれがないんです。なので弊社で少し硬めにしているっていうのは、そのブロッキングを減らすため。なんでこのまあアートレジン特にそうですけど、少し硬めの樹脂を入れて、で、まあ、それを防いでるんです、ね、なので市販のアクリルと違うところはその、まあ、その点もあります。なのである程度コートしなくても、まあ、ブロッキングっていうのはくっつくあれ防げたりとか、まあ、ホコリの吸着にも関わってくるので、まあ、コート材なしでどれだけ作品を長く持たせるかっていう点も考えて作ってます。で、この先ほど言ったこの強ニカワですね。これニカワなんですけど、これと同じようにまあ都ニカワって2種類出してます。で、強ニカワっていうのはちょっとまあパンフレット見ていただくと分かるんですけど、少し高いんですよ、金額が都ニカワに比べて。で、これは元のゼラチン、これ魚のゼラチン使ってます。で、ゼラチンそのものでテストしたときに、市販で出てる、まあ、工業ゼラチンですね、牛のゼラチンと比べたときに少しこう弾力があるんです。なので、まあ、身体の歪みにある程度対応してくれる、そのゼラチンそのものがそういう特徴を持ってる。それで、まあ、そこに少し樹脂を配合して、溶けやすくして、お湯で溶けます。ニカワと同じようにお湯で溶けます。で、こういった
性質を持たせたんですよ。なのでまあ亀裂が入りにくい重ね縫いが可能な二革を作りました。でこの違いは何だった場合に、都二革は一般的なゼラチンを使ってます。牛ゼラチンです。でそこに、まあ、樹脂を入れて、まあ、それも溶けやすくしているんですけれども、少し成分が変わります。ゼラチンだけじゃなくてそこに含まれているもの成分が変わります。でこれ都二革、こういう感じで、まあ、この時期ですけど、要するに折れます。二革みたいにさっきみたいにパキッと音しないです。折れる。身体が割と歪んだとしてもそれにある程度耐えてくれる耐久性があるんです、うん、で今なぜこういう二革を作ったか、まあこういう二革を求められるんじゃないかと思ったのは、まあそうですね、すぐ直結するのは多分日本柄だと思います。今現在二革を使ってる人たちで、例えばこういう話あるんですけど、日本の作家さんが台湾のアートフェアに出品する。で飛行機便で送りました。で向こう現地着いた時に絵が割れちゃったんです。でそれ以降船便にしてますっていう作家さんがいるんです。で現代作家さんっていうのは割と今海外に作品を持ち出すってことも増えてきて、まあ、その当の本人が海外を売るつもりなくても作品が海外に流れるってことは結構多いんですよ。でこれロシアの大使館の人でしたかね、大使館で買った絵が割れちゃったと、いくつも割れたとだからもう今後日本が買えませんよって。そういう話がどんどん増えてきちゃうと二階の普及っていうのは難しいんですよ。二革ってもいろんなところ使われてますけど、例えばバイオリンの接着にも二革使われてますよね。でバイオリニストっていうのは飛行機の時もバイオリンケースの中に湿度計必ず入ってるんです。ですね、そのぐらい気にしながら二革っていうのは扱ってる。たださ日本の例えば作家さん、まあ、絵を描く画家ですよね、まあ、海外もそうなんですが、あまりこう画家さんって気にしないんですよ。そうするとそういうトラブルが出てきてしまうんで、まあそれを防げばそういったものが広がるんじゃないかと思うんですよね。で西洋のデトランプでもそうなんですけど、二革絵っていうのは重ね塗りが効かないっていうのを技法書で書いてる人もいます。例えばそうですね、ジャン・リューデルっていう人だとかもう技法書の中で、まあ、三河はどうしても仕様があって制限があるって言い方してます。でもう一人別の方で、画家のための処方箋っていう、もう絶版になっちゃってますけど、その本を書いた人は、まあ、3層以上だったかな、もう層を限定してそれ以上載せないことって書いてある。でもそれだと表現ってかなり狭まっちゃいますよね。だ舞台美術みたいな描き方、もしくは装飾写本みたいな描き方、あとは日本でいうと大和絵的な描き方に限られちゃう。で現代日本画作家さんとか、まあ、今それが留学して戻った方が顔彩画っていう中国で、ね、そういった同じような絵を広めたりとか、韓国でもそうですね。あとは台湾でも二革絵がありますけど、表現で結構幅広くなってきてるんで、まあ、そういったものに対して対応できる耐久性のある二革っていうのを、弊社では考えたので、まあ、それをどんどん、まあ、広まっていけば、まあ、そういった二革買わないよっていう人たちの考え方って変わると思うんです。なのでこの二革に関しては日本画だけじゃなくて
西洋でもあったデトランプみたいなものもそうですし、まあ、そういったものを再度見直そう、普及させよう、復活させようっていうのが、このニカーメディウムの、弊社の試みです。それがあります。で、次にですね、使い勝手に関して弊社ではアルカリで溶かしたりだとか、アオリで溶かしたりだとか、結構その使い勝手のいいもの、もう全然 水を言う、まあ、西洋の要するに強い溶剤使わないと溶けませんっていうのは今流行らないですよね。油絵も全然出なくなりましたし、あと溶剤型のもの、溶剤型のアルキドンも出なくなりましたし、まあアクリルもそうですよね。まあ、アクリルはまだ出てますけどね、水で溶けるんで。ただ処理は水じゃできないんですよ。なのでそういう強い溶剤を使わないものとして、まあ出してるのがアクアグルー商品がで、販売してるのはこの粉状なんです。これだけ大きさあるんですけど、あの 50g しか入ってないです、この中で。で、このアクアグルーの粉末ってすごい軽いんですよ。なんでこれで 50g で、目安としてはこのアクアグルー1に対して水9滴、そうするとこういう液状になります。で、これでまあのり剤として混ぜていただく感じなんですけど、これこのチラシ入れてますけど、これで1対9です。アクアグルーだけ溶く際に重量比で書いてあります。最初の、まあ、この液体を作るだけ重量比で、あとその他パンフレットにこう、まあ、絵の具とメディウム、まあ、のり剤と水の配合を書いてありますけど、それは全部体積比で大丈夫です。アクアグルだけちょっと差があるって、あの重量比で書いてますけど、結構アクアグル多いなと思っても全然アクアグル自体が軽いので傘がだいぶ違う。で、溶いた直後ちょっとね、こう白っぽくなるんですよ。で、これが少ししばらく置いとくと、どん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 下から透明になっていって、最終的にこういう透明なのり剤になる。で、のり剤としてはこの透明な状態でも使えるんですけど、待っていただいてこういう透明な状態にして使っていただいてもいいです。まあ、乾けば透明になっちゃう、はい、で、これは水で溶けます。要するにお湯だとかアルカリじゃなくて水で溶けちゃう。で、例えば今、まあ、弊社の合成樹脂だとかそういうの出してるんですけど、合成樹脂を嫌う傾向にあるんですよ。それ天然とかオーガニック、天然志向、まあ、そういう自然志向ですね。そういった言われ方をして、結構なんていうか、合成樹脂を否定する動きっていうのは結構あって、じゃあそれにも対応しましょうっていうことですね。これはあの植物性の多糖類を使ってます。まあ、今はそのプラスチック、要するに合成樹脂自体がマイクロプラスチック、要するに処理の問題ですよね。そういったのはどうしても破片が残ってしまう、フィルムが残ってしまう、そういうのが言われているので、まあ、こういった天然志向のもの、まあ、水で溶けるものっていうのが流行るっていうのは分かるんですけど、弊社のアトブルーアトレジに関してはまあ、アルカリで溶けてしまうので、まあ、そういったフィルムが残るってことないんですけど、アクアグルーは特に水彩絵具みたいに使えるので、本当気軽に使えます。
で溶く時もすぐ溶けちゃうので、あの液体みたいに例えば1年以内使ってくださいとか、そういうのよりはもうちょっと持ちがいいんですね。固形のものっても安定してるので、クワグルに関しては結構日持ちもして、でその場ですぐ溶けて水で使えるって手軽さがあるんですね。例えば水彩絵の具に使われているアラビアゴムなんかよりは、なんていうんですかね、洗い顔料もしっかりくっつきます。なんでアラビアゴムみたいので洗い顔料つけた場合に、さっきのチョーキングですね、落ちちゃったりだとか割れちゃったりとか、そういう問題あるんですけど、これはそんなことないですね。結構しっかりついちゃうので、あの岩絵の具みたいなものでも対応できます。あと砂みたいなものでも、ね、全然くっつかんで、はい、でアクアグルーの膜は比較的硬いんです。この他のメディウムよりは少し硬めで、ただ湿気による影響が少ない。湿気による影響が少ないので、まあ、もしかなり厚く乗せていくんであれば他ののり剤進めますけど、ある程度こう洗い顔料もなんですよね、水性の要するに、ね、再溶解性のあるのり剤の中で表現の中で使いたいよっていう場合はこれをお勧めしてます。でこののり剤の特徴は水で溶けるというのは大きな特徴なんですけど、それ以外に大きな特徴があって、ガスバリア性っていうんですけど、要するに酸素通しませんよ。例えばコート剤の考えでそういうのよくあるんですよ。油絵のタブローだとか、よくホルベインのパンフレットなんかでこうガスバリアテスト、要するにいろんなコート剤塗っておいて、硫黄ガスを当てて、で、硫化ガスですね、それによる変色を見るんです。でガス通さないと中に入っている顔料の変色が少ない。でアクアグルーっていうのは極めてそのガスバリア性がいいので、そういう変色を防ぐ力がある。それがもう一つ大きな特徴ですかね。あとは防腐剤を入れなくてもある程度防カビができる。普通の液体だとこれ、これは防腐剤入れましたけど、通常のものだとね、結構腐敗しやすい。特に動物性のタンパク質、卵もそうですね。昔から腐っちゃうので、防腐剤入れますね。昔であればお酢入れたりとか、今であればいい防腐剤出てるので、そういったものを入れて防腐、腐敗を防いだ。で、ニカもそうですね。腐りやすい。なんで今の日本語の人たちで防腐剤嫌う人たちはだいたい3日ぐらいで腐っちゃいます。冷蔵庫入れてても腐りますよね。あとは風邪もっと早いですね。もうすぐ腐っちゃいますね。そういうのを考えると、これは防腐剤なしでもある程度防カビができるんで、それも特徴の一つかなと思います。水彩絵の具とかそういうのも全部防腐剤入ってますけど、この市販の粉状のものこれは入ってないので、防腐剤嫌う方なんかにもおすすめだと思いますね。で一応以上が弊社ののり剤の全部です。結構限定した技法で使う商品がいくつかあるんです。で一つは同じのり剤なんですけど、箔を貼るとき、箔の下に塗るのり剤っていうのがあって、これ箔下のりとか言われるんですけど、要するに洋画でいうギルディングってやつです。箔押し技法に使う。
汚れとゴールドサイズとかそういうのがありますけど、日本では白星って言われます。あとは洋画では未承認って言い方して商品出てるものもありますけど、まあ、未承認ってのはもともと技法の名前です。茶白星、技法に対して未承認技法、まあ、商品としても出てますけど、まあ、言葉としては、ね、で弊社では白のりっていう名前でもうそのまんまですけど白のりって名前で出して白押しするためののりなので白の下に塗って白を置けばくっついてます。その上から白を押せばこういうふうに、まあ、普通に白が貼れるんですよ、はい、でこの白のりの特徴は、乾いた後から貼れる。今まで乾いた後から貼れるのり剤っていうのを、あまり効かないんですよね。で14世紀に出たあのチェンニーのチェンニーニって人がいて、有名な人がいて、まあ、その人が書いた本、その中には、箔の貼り方で出てきます。で特に紙に貼る場合に、その当時は卵が主体だったので卵白使います。卵白に精製糖を混ぜて塗りますよね。で乾いてから息を吹きかけて、要するに糊を戻してから貼る、もしくは薄く水を引いて糊を戻してから貼る、そういうやり方が14世紀に取られています。で今でも例えば長靴のこういう、なんだろう、長靴に、デザインを貼るときなんかにゴム器っていう、まあゴムを溶かして貼るとか、あとはプラモデル用の接着剤とかね、要するに対象となるところを溶かしてそこに貼るっていう考え方。溶かすってそれとは違うんですけど、要するに乾いた時に、半乾燥になるんですよ。半乾燥の時間が長い、要するにシール状に一旦なってその時間が長いんですよね。なのでまあ一見乾いた状態で箔を押すことができる。通常の今現在使われている箔のりっていうのは、まあ、アクリルでもそうですけど、あとはニカワもそうですね、漆もそうですね、そういったものって全部、あとコーパル純中もですね、大体乾く寸前なんですね。のり剤というのは乾く寸前が一番定着がいいんですよ。液状じゃなくて少しベタついた状態が定着がいいので、その頃合いを見計らって貼っていくっていうのが従来のやり方なんですけど、この箔のりはそういうことない。乾いてから箔を置いて上からティッシュかなんか押してあげれば、もし箔ってこう、なんていうか、今の箔ってすごい薄いですから、そのまま持っていくとこうシワになっちゃうんですよね。で赤紙って言って一旦薄い紙に、油とかろうを引いて弱い接着剤を引いてそこに仮止めするんですね。で平らな状態で、箔のりが置いてあるところに持っていくっていうやり方をするんですけど、赤紙についてる場合はその赤紙の上から手しか何かで押してしまえばこういうふうにつきます。でのりが塗ってないところには使わないので、例えばこれ、そうです、これ箔って字を書きました。でその上に、まあ、切り増しですよね、箔のくずをどんどんこうつけていって、でまあやったもの、こういう微妙なかすれだとかそういうのも割と出てきます。でこういうのも、まあ、従来ののりでもできるんですけど、これ頃合い見計らできる。
例えば部分部分やらなくても、例えばこれがいっぱいあるんであればいっぱい書いちゃって、で乾いてからゆっくり貼っていきますよっていうのがこの絵です。で、ちょっと箱のこれ使う際に、なんでちょっと注意事項があります。筆とかそういったものがやっぱ固まってしまうんで、それを防ぐために例えば使い終わったらすぐ水の中入れちゃうとか、乾燥前の処理っていうのを、まあ、販売してる時もお願いしてたんですけど、固まってしまったら溶解で使うとか、まあ、極力筆で傷めないようにはできるんですけど、まあ、乾く前に処理していただいた方が、まあ、名村さん筆屋さんですからね筆にはすごくいい、それだけ注意です。まあ、で原液で塗っていただいて、まあ、紙によっては何ていうか、白のちょっとだけとろみがあるので、まあ、若干ですけどね、とろみがあるので塗った時にはけ目が出ちゃったりするんで、そういう時は少し薄めて塗るとか、まあ、紙によっては薄めたものを2回塗るとか調整していただければいいと思います。それがギルディングの箔のりですね。で、もう一つ限定したものに、これ白抜き一発液で、濃縮白抜き一発液、この液体は今まで出してたのと同じそのものです。で、白抜き一発液っていうのは先ほどのサイズ材の考えに近いんですよ。これ白抜きで、やり方としては白抜き一発液でまず白を描きます。で裏面から色を塗ります。そうすると表面が白く抜ける。さっきのサイズ材と一緒ですよね。この考え方ですね。で片面だけこっちにしてあげれば白く。で白抜きはこれくっきり抜けるために少しこれより濃い修正サイズで濃い。なんでまあこの上ちょっと弾きすぎちゃうかもしれないんで、まあ、白抜き一発限定と、まあ、白抜き技法限定で出す。はい、結構綺麗に抜けます。これもそうです。これも同じように。で、乗せ方によってはこう少しうっすら出てくるので、人によっては水墨がやられてる方は表に塗って表にかける。もしくは裏から塗って表にかける。で、あとは白そのものを置いたり。で、白を多用する。要するに表現を多用することで画面の中で奥行き出している方もいらっしゃいます。例えば雪の表現とか、ね、手前の雪と奥の雪どういうふうに分けるかっていった時にそういうふうな使い方をしている人もいます。で、あとは白抜き一発液を炭に混ぜる方です。ここ分かりますか？微妙に変わるんです、そのにじみ具合。こっちが白抜きを混ぜた、こっち炭そのもの、それによって多少変わります。こっちだと割とこうくっきり出てるのが、白抜き入れるとちょっとぼやけたりとか。私見たことあるのは花の表現、花のこうグラデーションを作るときに白抜き混ぜてる人いらっしゃったので、まあそういう技法としても使えるので、まあ白抜きだけじゃなくてまあそういうので進めていただいてもいいと思います。
で白抜きの技法に関してはこれもいろんなの使われたんですよ。例えば日本画の銅砂が使われたりだとか、あとは牛乳が使われたりワックスが使われたり、あとは綿豚、サイズの効いた紙を当てて上から色を置いたりとか、あとはマイタックみたいなシールを貼って雪の表現したりとか、本当にいろんな方いらっしゃいます。ただ牛乳だとどうしても応変しちゃいますし、銅砂だと紙が酸化しちゃいますし、あとは白くどれだけ白く抜けるかですね、そういうのも変わってくるので、そういう点でもメリットが白抜き材は大きいので、そういうところで進めていただければいいんじゃないかなと思います。